です。本日は広島を観光します。私もおじさんだって。おじさん、32歳のおじさん。はい、やっぱ老けたね。え、やっぱ老けたね。老けてないよ。やっぱまだまだ若い。おい、上行こうぜ。いや、いいね。いいね。いや、絵的にいいよ。旅感だ。フェリーは絵的にいいよ。前は行けんかった。うぃ、前までは行けんかったけど、タイタニックごっこはできんかったね。おだしと俺のタイタニックごっこ見たかった。あ、見たいな。どっちが前行く？おだし男でしょ。あ、おだしが俺の背中を覆いかぶさってくるってこと。どえぐいの。なかったよ、この旅のプランに。着いた。腹減ったね。観光って感じやね。もみじまんじゅう博多や。元祖のもみじまんじゅうが博多じゃダメやろ。お、鹿。鹿いる。本物？本物。本当だ。こうしたら来るんやない？こうやってしたら食べ物と思って覗きに来るけど、ないね。おじさんの手やの。自由すぎる。それ江ノ島にもあった。嘘。かわいい。あ、いい、いいと思う。あ、いいね。と、小田切翔です。小田まで会っとっちゃうけどね。普通におるね、鹿ずっと。でかいな。ありがたみがなくなってきたね。飯うまそう。焼きガキください。はい、これこのまま。はい、そのまま。ありがとうございます。はい、絶対うまい。うん、どうぞ。あ、美味しい。あ、やばいです。ポケモン GO をしてはぐれるパターン。うえー、すごいやばいね。うん、箸がすって通るね。うん、すごく美味しい。美味しいな。うん、しし、あれも美味しいですよ。美味しいな。美味しいな。ちょっとお土産に手添えて食べてくださ、うん、うまっ。嬉しい。めっちゃ、びっくりしてる。びっくりしちゃった。あ、食べてる。すごい食べてる。あれですね。何、どうしたの？今お出汁が鹿に襲われたんだ。バーカバーカ、ざまみろバーカバーカ、いいバーカ。ちょっと渋のグラビア撮影だね。マジで脱がなきゃ。脱いでもらって。そろそろ脱ごうかな。そろそろ脱いでもらって。ダイブしようかな。頑張っちゃう感じだね。頑張っちゃうしかないんじゃない。すげえおるよ。すごいおるよ。バテとるの。言った？と、これ、ノーマクサンマンダボダ。聞いたかな？そのふみふみいらんやろ、絶対。最後のパンパン的な。いただきます。さあ、皆様というわけでございまして、今回、ヒッチハイクですね、たくさんの方に助けていただきました。本当にありがとうございました。そして1週間ツイッターでラベッチハイクの様子を、ツイートしていて、たくさん応援メッセージを送ってくださった皆様、本当にありがとうございました。今回本当にたくさんいろんな出会いがありました。すごい幸せと言いますか、本当にありがたい出会いばっかり。でもやってよかったなと今かなり思っております。なんかヒッチハイクめちゃめちゃきつい、辛い旅になるのかなと思ったけど、全体的にずっと楽しんでやれてたし、辛いとかきついとか、ちょっと荷物が重いっていうのはもう本当にそれだけが嫌やったけど、楽しめました。以上、高鍋でございました。バイバーイ。おー。